こんにちは、岩本さやかです。日本山岳ガイド協会認定の山のガイドをしています。北アルプスを中心にガイドしてます。ファーストエイド、まず小分けにいろいろ分けてます。中身はそれぞれ違うんですけど、だいたい防水スタッフザック、防水の袋に入れております。これは、緊急用、エマージャンシー用のいろいろ入ってるんですが、ヘッドライト、修復キット、ライター、予備電池、あとナイフとかですね、入ってます。これも防水サックに入ってます。これツエルトです。これはファイントラックのツエルトで、2人用かな、いろいろ使えるので、山行くときはツエルトを入れるようにしてます。で、簡易なテントも設営できるので、自分で張りやすいようにこういうところで細引きつけてます。これでビバーグもできちゃいます。ファーストエイドも自分で使いやすいように中身をいろいろ変えてます。夏バージョン、冬バージョン。でもまあだいたいこっちに手袋、何かあった時直接止血したりするための手袋は5セットは入ってます。あとまあこう救急用具がたくさん入ってます。でたくさん入ってるとついつい忘れがちになっちゃうので、こまめにこう補充したりとか、使用期限が迫ってないかとかチェックしてます。そして次こちら行きます。こちらがですね、手袋とか、手袋もだいたいいつも2セット入れてます。こちら薄手のパタゴニアとちょっと厚手のノースフェイス、薄手のジャケット、ウィンドブレーカーみたいなんですけど、これもすごく重宝してます。寒い時にさっと羽織るのもいいし、風よけだけにも使えるし、雨具だとどうしても生地が厚いので、歩いてて行動中暑くなっちゃう時もこれだと快適です。なのでこの種類も 4,5 種類揃えてます。雨具、上下、この雨具は上下パタゴニアです。で雨具もいろいろ使い分けてるんですけど、パタゴニアとかアークテリックス、マムート、3種類を今はメインで使ってます。でこれがバンダナにもなるし、フェイスマスクにもなるマスクです。これはどこのかな、ミレーかなです。そしてこちら、登山にとっても大事な水分、水、これも夏場は満杯にします。こっちはお湯、お湯は山線のサーモスを使ってます。夏はこれだけってことも多いんですけど、冬場はこれをつけて保温力をアップしてます。そして行動食、行動食、下からこれは黒砂糖を入れてます。黒砂糖、ドライフルーツ、レーズン、ナッツ、ミックスナッツ、この辺グラノーラ系ですね。これを好みに分けて食べます。アミノバイタル類とか、あとグラノーラのバーとかプロテインバープラス、お昼ご飯持ってったりしますね。そしてサングラス、サングラススミス使ってます。スミスの山用のサングラスで、レンズは濃いのと薄いの2種類入れてます。地図、携帯の GPS アプリなんかも使うんですけど、
やっぱり国土地理院の地図25,000分の1の地図、地北線自分で引いたのにプラスコンパス、万が一何かあった時もこれがあったら自分の居場所を分かってルートファインディングができるので、行く場所の山の地形図は絶対持っていくようにしてます。そしてストックは使うことは、ツアーだとはの時はあんま使わないんですけど、お客さんに貸したりとか万が一何かあった時使ったりするように、コンパクトなのは夏は持ってきます。そしてこっちがロープですね。これ8ミリのロープを30メートル持ってます。こちらが簡易ハーネスとガチャ類ですね。カラビナ、缶付きが3枚とカンナシ、缶付きってこういうロックがかかるやつですね。あとは懸垂加工したり引き上げしたりするやつとかいろいろあります。いつも行く山は北アルプスです。一番遠かった山はエベレスト、ラテ、肉、飛騨高山です。好きな本は図鑑。よく聞く音楽は最近ポウフを聞いてます。いや悩むな、オールシーズン好きです。 becauseThere's a lot of nature things, forests and trees and leaves and lots of insects and birds and lots of animals. And we love the trekking with people and love drinking the water and eating the food on top of the mountain. It's the best thing.